エマ・アンドリエーブシカエマ・アンドリエーブシカは、ウクライナのドネツィク市出身の詩人。作家、シュルレアリスムの画家である。1949年以後、ミュンヘン在住。ウクライナ国立作家連盟、ウクライナペンクラブ、ミュンヘン自由、アカデミーとドイツ画家連盟の一員。ウクライナのドネツィクに生まれた。父は、科学者で、母は、作物学者だった。 エマは幼い頃より病弱であったため、学校に通うことができなかった。子供の治療のために、エマの家族はビーシュホロド、それからキエフに移住した。1941年に、独ソ戦が勃発し、エマの父は、ドイツ軍に登用されないように、キエフから撤退していく、ソ連軍に射殺された。キエフに残されたエマとエマの母は1943年に、ドイツに移住し、 ドイツの町々を回って1949年に、ついにミュンヘンにたどり着いた。1957年に、エマは、ミュンヘンにあるウクライナ自由大学を卒業し、ニューヨークに移り住んだ。そこで、エマは、1959年に、ウクライナ出身の文学評論家、イヴァン・コシュルイ・ベツと結婚し、1962年に、エマは、アメリカの国籍を獲得した。 1955年から1995年にかけて今はミュンヘンにおけるラジオ自由のウクライナ部のアナウンサー、シナリオ作者と部長を務めた。現在はミュンヘンに在住している。ありがとうございます。